山陽鉄道1 4 5 3 3 6 0型は、かつて、日本国有鉄道の前身たる、鉄道院、鉄道省に在籍したタンク式蒸気機関車である。元は、1905年から1906年にかけて、山陽鉄道が、アメリカ合衆国のボールドウィンロコモティブワークスで11両を、製造した、車軸配置2から6から2の、 ボークレイン4基等複式の飽和式タンク機関車である。ボールドウィンにおける種別故障は10から16、30から1、4D。形態としては、後の鉄道員3300型を基本にボークレイン複式にしたのが本形式であると言える。シリンダ周り形状と側水槽がやや大型化されたのを除き、区別が付けがたい。製造は、 1905年5月に3両、同年6月に2両、1906年8月に6両で、山陽鉄道では32型と称し、1907年の山陽鉄道国有化を受けて1909年に制定された鉄道院の車両称号規定では、3360型と解消された。国有化後は、姫路周辺で使用されたが、後に、福知山や池田に移って、 福知山線で貨物列車や混合列車の牽引用となり、1925年5月に全車が廃車され、後に解体された。複式上の扱いづらさが敬遠されたようである。ありがとうございます。